代々木の焼肉店立てこもり犯が住んでいた家。寒そう。家？言うほど家か？なんでわざわざ東京来たんや。台風来たらヤバそう。こういうとこごきでないん？冬は出ない。夏は出るんか。ワイには無理やな。たまに犬も来るしな。逃避するやろ。荒木容疑者を知るという路上生活者の男性79はおとなしくて真面目な印象。数日前に一緒にワインを飲んだ時には仕事が決まったと言っていたが、本当だったのかわからないと話した。悲しい。ホームレスやったん？ここのコミュニティに入り込むコミュ力はあったのがすげえわ。28歳でこんなとこに住んでたとかバカすぎやろ。最後に焼肉食いたかったんやな。実家の温かい布団を捨ててまで東京来た結果これって何がしたかったんや。微妙に綺麗好きで草。28でなんでこんなことになんねん。2週間しかホームレスやっとらんのやろ。今の日本でホームレスになるやつって戸籍隠さないといけない、やばいやつなんか？借金取りに追われとるとかしか考えられんよな。スマホで何でも調べられるし。余計なプライドが邪魔して人に頼れずこじらせるやつ。竹ぼうき持ってて偉いな。わざわざ2週間前に上京してここ住んだんか？意味わからんわ。まあこれなら刑務所のがましやな。腹減って投資しそうになったから最後に焼肉屋狙ったのかな。ここ最近東京にしてはめちゃくちゃ寒いし、また火曜日雪降る予報やからもう限界やったんやろな。めっちゃコスパ良さそうな家やな。刑務所の方が快適やんけ。この前のクソ寒い雪降った日にもう気力尽きたんやろなこれ。